パンツスーツとは女性用のスーツの一つで、ジャケットとズボンがワンセットになったスタイルのことである。パンツスーツを着用するヒラリー・クリントンパンツスーツを着た女性。パンツスーツは女性の体型を特に深く考慮して作られる服である。ジャケットはボタンが左側で、胸の膨らみとウエストのくびれを強調し、パンツは女性の股間の形状を考慮して、また上が浅く。 女性器が当たる部分に余裕がなく、ヒップの膨らみを強調するなど、女性専用として作られている。ジャケットはボタンが左側で、胸に膨らみがあり、ウエストに深いくびれが入る。パンツは、ヒップの膨らみを強調し、また上が浅く、女性器が当たる部分に余裕がなく、裾は触れや気味かスボンダタイプが多い。一見、男性用のスーツと形状が似ているため、 男性が着用することもできなくはない。しかし、男性の場合、ジャケットは肩幅などが合わず窮屈で、パンツはヒップの膨らみが大きすぎ、男性気が考慮されていないため、股、ま、上が浅く、感じ窮屈である。他者から見た場合、体に丸みを帯びたシルエットが出てしまい、女性的な印象が出てしまう。ジャケットのボタンの方向が男性用のジャケットとは、 逆である点にも明確な違いがある。ただし、LGBT 用に大きめのサイズが用意されることはある。1920年代に導入され、第一次世界大戦中にはイギリスで使用されていた。マレエネディトリヒが1930年代から切るようになり、1960年代には、ますます広まった。普通の通勤着や、リクルートスーツタイプや、 結婚式などでの着用に適したタイプも発売されるようになった。ありがとうございます。